皆さんこんにちは、高校野球 .com の栗崎です。今年も人気企画を開催いたします。ドラフト期待度ランキング2024。今回は夏の企画としてドラフト指名が期待される全国トップクラスの50人を選出して順位付けを行いました。高校野球 .com 恒例の人気企画ですので、最後までぜひご覧いただきたいと思います。選出を行ったのはもちろんこの人、高校野球 .com が誇る野球オタク、主筆の川島総一。アマチュア野球とパワープロをこよなく愛し、徹底した現場主義で取材活動を続ける34歳。今回もそんな川島氏がドラフトで期待の高校生トップ50を選出しました。それではまずは50位から41位までをご覧いただきたいと思います。どうぞ。50位には今年の埼玉県を代表する146キロ左腕、山村学園の西川歩夢投手を選出。宮崎学園の長身左腕、川野慎一郎投手も高い潜在能力が光ります。また大阪桐蔭高校のラマル・ギービン・ラタナヤケ選手はこの夏は代打での出場が多くなっていますが、圧倒的なパワーは大きな魅力です。その他、豊橋中央の内山恭介投手、八戸工大一高の金渕幸喜投手もランクインしました。その中でも一押し選手としてピックアップするのがこの選手。43位にランクインした愛工大名電の石見蒼真選手です。愛知県を代表する安打製造機の石見選手、どのタイプの投手にも対応できる打撃技術、タイミングの取り方は秀逸なものがあります。もともと俊足のセンターでしたが、ショートへ転向し守備でも上達が見えています。高打率高出塁率がどこまでスカウトに伝わったか、それがドラフト指名の条件になると思われます。それでは続いて40位から31位までを見ていきたいと思います。甲子園での活躍に期待のあの選手もランクインしています。それではご覧ください。39位には横浜隼人の149キロ右腕、沼井レオン投手がランクイン。また37位にはこの夏に大ブレイクを果たした柴田レオ投手、34位には帝京長岡の147キロ右腕、茨城雄太投手。その他にも青森山田高校の関浩一郎投手や千葉学芸の菊池春雲投手など好投手が揃って名を連ねました。この中で一押し選手としてピックアップするのがこの選手。35位にランクインした大阪桐蔭高校の徳丸快晴選手、1年の秋から主力として活躍した万能型外野手で、最終学年の今年はスラッガーとして才能が開花しつつあります。速球にも変化球にもしっかりと対応する鋭いスイングは
相手に恐怖感を与え、夏の選手権大阪大会でもしっかりと結果を残しました。走塁守備もアピールできれば、指名順位もジャンプアップが期待できます。それではどんどん行きましょう。30位から21位までを見ていきます。選抜甲子園優勝捕手のあの選手もランクインしています。それでは早速見ていきましょう。29位の堀江翔太郎投手は栃木県屈指の大型右腕。真上から振り下ろす最速146キロの直球は圧巻です。27位の岩井天介選手は広い守備範囲と三遊間の深い位置からでもアウトにできる強肩が武器の大型遊撃手。その他にも選抜甲子園で好投を見せた阿南光の吉岡春投手、三拍子揃ったスケールの大きな遊撃手として評価急上昇中の金沢高校斉藤大翔選手、そして身長193センチ最速151キロの山口怜央投手などなど、ここまで来るとドラフト上位を狙える選手たちが揃っています。その中でも今回ピックアップするのはやっぱりこの選手。21位にランクインした箱山遥人選手、世代屈指の捕手として選抜優勝に大きく貢献した箱山選手、長打力、スローイング、キャッチング能力とどれをとっても高水準で、投手や野手陣をまとめる統率力も光ります。選抜以降は木製バットを使うなど、プロの世界でも戦っていける弾力、人間力を兼ね備え、夏の甲子園の活躍もとても楽しみです。それでは続いて20位から11位までの選手を見ていきたいと思います。ここまで来るとドラフト上位指名間違いなしの選手の名前も上がってきます。個人的に注目したいのは名門早稲田実業を甲子園に導いたあのスラッガーです。東海大相模を5年ぶりの夏の甲子園に導いた20位の藤田龍生投手は、スケールアップに成功し149キロを計測するまでに成長しました。また17位の森井翔太郎選手は超進学校に現れた二刀流選手で、米国留学も視野に入れるなど、その進路に注目が集まります。また北昇の高橋康介投手、旭川実業の田中龍馬投手と北海道の左右の速球派投手も上位指名の可能性も十分にありえます。再企画上の下流翔馬投手、神戸光陵の村上泰斗投手の2人の150キロ超え右腕も注目です。その中で甲子園での躍動が期待されるのがこのスラッガー、早稲田実業の宇野慎二郎選手。高校通算64本塁打のうち木製バットで打ったのは10本以上、関東でも屈指のパワーを持っており、さらに俊足と
ベースランニングのうまさも魅力の一つ。飛ばすだけの打撃ではなく、走塁技術やショートを守れる守備力もプラスの評価で、甲子園でどんなプレーを見せるのかとても楽しみです。それではいよいよトップ10に参ります。ここまで来るともはや説明不要の注目選手たちがずらりと並んでいます。果たして1位に輝くのはどの選手なのか、10位から1位いってみましょう。10位には未完の192センチ大型右腕、前橋商業の清水大輝投手。9位の鹿児島実業井上健也投手も最速151キロをマークし、九州ナンバーワン右腕の呼び声があります。8位の酒井亮也選手は圧倒的な走力と巧みなバッティングセンスが光り、モイセーフに聞いた選手はもはや説明不要のズバ抜けた長打力が持ち味です。知徳の小船翼投手、白鴎大足利の今野大成投手、大阪桐蔭の平島海知投手はいずれも右の本格化で、2位にランクインした今朝丸裕樹投手も長身でフォームのバランスがいいスカウト好みの大型右腕です。その中で1位にランクインしたのが花咲徳栄の石塚雄星選手です。木製バットを使った高校日本代表の強化合宿でも大学生の強打者のような打球を放ち、また打撃だけではなく相手の隙をついた走塁も大きな魅力です。守備でもスローイングの強さ、球際の強さが際立っており、プロの世界でも強打の内野手として成長する青写真が描けるまさに逸材です。夏の甲子園での活躍もとても楽しみです。ということで今回は高校野球 .com の人気企画ドラフト期待度ランキング2024をお届けしました。今回は夏の企画として50人を選出させていただきましたが、秋のドラフト直前にもやっていきたいと考えております。次回もぜひご覧いただきたいと思います。
高校野球 .com YouTube チャンネルでは、中学高校球児の皆さんにとって日々の活力となる動画を配信しております。今は情報が簡単に手に入る時代ですが、球児の皆さんにとって大切なことは実践と継続だと思っています。ライバルの状況や最新の理論、また甲子園を沸かせた先輩たちの金言を聞くことによって、日々の練習のモチベーションにしていただきたいと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。